とにかく練習することですね。反復っていうのは非常に大事だと思うんで、試合前にはとにかくシュート練習だったり、基礎的な部分だったり、それを見返す、原点に戻りながら真摯に向き合っていくっていうところで、次試合の中でそれが結果として現れるかどうかはわからないんですけど、とにかくトレーニングをするっていうところを心がけてました。あとは、点を取れないことに対してあまり意識せず、チームが勝つことのために何をするかっていうところを考えなきゃいけないと思うんで、それができないと試合には勝ってもらえないんで、プロの世界っていうのは1点取ったら気持ち的にも変わってきたりもするんで、そこから量産できるっていう時も結構あるんで、そういう意味じゃ本当に日々のトレーニングと献身的にチームのために頑張るっていうところで、あとは結果がついてくるのを待つっていうようなところでした。